マジ散歩テレレレレレレ指導者になって感動した話。全国大会で最後優勝したんですよ。あ、したね。まあそれはすごく、まあ、やっぱ感動しましたね。もう実際泣きましたし。泣いた。あの藤ヶ谷が。じゃあ続いていきます。テレレレレレレテレレ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 レ驚いたゴールキーパー。カイさんいます？驚いたゴールキーパーか。藤ヶ谷。お前藤ヶ谷。ありがとうございます。最近で言うとあの浦和レッズの鈴木財音選手。ああ、じゃキーパー俺なんかほんま分からへんねん。何がすごいんかが、その凄みが分からへん。でもそれは単純に、財音選手今18とかじゃないですか。でリーグ戦やったじゃないですか。ここでやったね。その時あの僕らアカデミースタッフで試合運営のサポートしてて、あのレッズのベンチ横であの担架として待機してたんですよ。あ、いた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 。それなんか解説でよう見る、抜かれる風景やで。それ近いところでその18歳鈴木財音選手見て、なんだこいつはと。え、身長190ぐらいあるでしょ。90ぐらいあって、もう腕もこんな太くて胸板パンパン。もう体格的にはまあすごいやん。キーパーとしてのそのプレーはどうなの？プレーもそのなんか18歳と思えない落ち着きぶり、その雰囲気があるんですよね、やっぱね。いや、こいつやっぱすごいんじゃないかなっていう。でもこれプロ目線やから分かるけど、その雰囲気ってあるないってさ、これ一般 の, そのサッカーやってない人とか分からへんもんね。そうですね、多分、はい、伝わらないと思います。伝わらへんね、この雰囲気。これちょっと言語化してみて、ちょっとどういう感じか。それはね、やっぱ言葉じゃ説明できないです。できないの。それが説明です。それが説明だ、はい、いや、他いる？他ですか。後々こう驚いたのがアンダー20代表で、まあ、僕もワールドユース一応出てて、3戦目で、チェコ代表と対戦して、その時守ってたのがチェフ。あ、チェルシーとかで活躍したチェフ。ほう、これはね映像だ出せないね。それは後々すごく驚きました。あ、それはびっくりするわ。やっぱうまかった。その試合に僕ら日本が勝ったっていうのもあって、そんなにこう印象なかったんですけど、やっぱすごい選手だったなっていうのは。確かにそれは思うな。確かにサッカーじゃないんやけど、ゴルフの番組でプロの人とペア組んでもらって、向こうも素人の人プロの人組んでもらってダブルスで対決して、で俺は勝ってんけど、で写真一緒にプロ撮ってくださいって言って、俺知らんかったの、誰か知らんかったの、そのプロまだ出たての頃で、その人がね、はい、若い新人の頃、誰やろうなと思って思いながら、まあまあまあ写真撮ってもらって、でありがとうございましたって言って、で後々全英で優勝したあのひなこちゃん、めちゃくちゃすごいじゃないですか。めちゃめちゃすごい。で俺それ知らんくて、でそのテレビで、あ、日本人が優勝したって、うん、あ、すごいねってその時も気づいてなかった。ほんじゃなんかのマネージャーからこう写真送られてきて、パッて見たら、え一緒に写真撮ってるやん。って言うて、すごいわと思って。っ、ね、それぐらい、まあ、チェフはすごかったね。後々考えたらね。後々考えたら、そうや、はい、そういうことや、はい、でもあれから俺が教えてから、あそこ全員撮ったからね、こうやってこっち左壁作ってガッて行った方が良かったんじゃないかなっていうふうに言ったら、結構グッて行ったから、じゃあ次行くよ。はい、はい、こうピッチってすごく広いですけど、その中でもこう芝生が傷みやすいところっていうのは何かあったりするんですか？基本的にピッチの中はこのダイヤモンドのエリアが選手がよくプレーするので傷みやすいところになります。はい、
でも確かにそうですよね。こうゴール前だったりとかそういうとこプレー多くなったりしますもんね。そうですね、はい、ゴール前は特にゴールキーパーがウォーミングアップの時から試合終了までよくプレーするところなので、はい、痛みやすいところになります。ちなみにこのダイヤモンド以外で2番目に痛みやすいところはどこだか分かりますか？でもそうなったらもうコーナーしかないですよね。そうですね、コーナーも痛みやすいところです。あ、じゃあ2番目じゃないんだ。はい、正解はですね、はい、選手がプレーするエリアではないんですけれども、副審が走るこちらの副審走路部が2番目に痛みやすいところになります。そうか、はい、副審が同じところを何度も繰り返し試合中走るので2番目に痛みやすいところになってます。ずっとそのね同じエリアだけをひたすらこうね副審の皆さんは走ってますもんね。はい、そっか、中だけじゃないんですね。アジ散歩テレレレレレレテレレ、あ、指導者としてこうなりたい。やっぱ選手に対してやっぱこうなんか影響力というかそういうのを与えたいというか、ね、このコーチにの指導をしてもらったからまあよかったなとか、うーん、結局なんか人じゃないですか。人としてどうかっていうのはすごくまあ僕の中でちょっとこう大事にしてるというか、まあ、今はこう、まあ、中学生ジュニアユースの子たちとこう日々こうトレーニングの中で、うん、まあ、伝えていることとか言っていることが、まあ、今は 100% わからないかもしれないけど後々あそういえば藤ヶ谷あんなこと言ってたなみたいな、あやっぱこうしとけばよかったんだみたいな、そういうふうに、まあ、思ってくれたら嬉しいですし、多分藤が思ってるその、ね、うまくなってほしいから言って言うっていうのは多分伝わるよね絶対ね。そうですね、だから怒るというか、なんですかね、言わなくちゃいけない時って絶対あるじゃないですか。ある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 。でそういうのは、まあ、言うようにしますけど、まあ、その前にやっぱこうお互いの関係性が、まあ、良くないと、こう多分受け入れてくれないのは絶対あるんで、キーパーグローブ変えてんなとかさ、そういうのも、まあ、ちょっとしたコミュニケーションですけど、このコーチちょっと見てんなとか、多分察してくれるんじゃないかなと思ってるんで。なるほど、まあ、多分まあ選手はもううっせえなって思ってるけどね。もう全然いいですよそんなのも全然大丈夫です、まあ、うるせえなって思わせてる時もありますからね。こういうコーチになりたいっていうのを、はい、これからもちょっと追い求めていってほしいなと思います、はい、これもう一個いけるかな。レレレレレレレ、これが出てほしかった。ファン感の思い出どうぞ。ファン感、そうっすね、なんかやたら踊らされた。え、富士さん何やったの。いや、タケとなんか2人で丸々モリモリとかやったし、あとは熊野プーさんやった。熊野プーさん、うん、やってないか。熊野プーさんちょっと出番なかったです。出番なかった。ガチャピンのなんかこういうの着てやっとさんと、うん、ガチャピンでね、ムック、あ、ムックね、はい、着せられてただただ出るっていう。あとオリエンタルラジオの中田中田中田、それここでやりました。あとなんかエグザイルの曲でなんかやった時もありましたし、なんか大体なんか踊らされてましたねなんかそんなんばっかりでした。でもね、あのファンの人とかは絶対こう富士がそんなことはやらへんって思ってる中で、そう踊ってくれるからめちゃくちゃ嬉しいんやで、あれほんまに。もう一回万博戻ってやりたいな、ね、万博広場でね、万博やな、はい、やっぱり。続きましてですね、これ新しいでもコーナーなんですけど、あ、これは別に関係ないか、お悩み相談室という、もう何でもいいんです、もうざっくばらんに。カジアキラが聞くお悩み相談室。お悩みは何でしょうか。マジのやつ言っていいですか。ガチのお悩み。ガチのやつでいいですか。
はい、こう今やっぱコーチとしてこう働かせてもらってて、組織の中で働くっていやこんなんなんだみたいな、こうやっぱ現役時代思ってたコーチ像と実際にやってみての、あ、こういうこともすんのみたいな、こううまくいかない時とかあるじゃないですか。あ、こうそういう時になるほどね、まあ、現場とかそういうのってまあ本当ね、一番富士とか、まあ、コーチ陣が一番 現場で見てて、今こういう状況になってます、でこういうこういうな、ね、対策がな得策ですっていうのをやりきるっていうのが大事やから、外から見ててね、上の人からこうコミュニケーションの場を作れる雰囲気とその場を提供してあげるっていうのが多分最善の、はい、多分あの得策だとは思います。はい、ありがとうございます。今日は、ゲスト藤ヶ谷陽介さんに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ガンバ大阪ユース森下監督に来てもらいました。お願いします。森下監督ナンバーワンなんですよ、出演回数。え、どういうことやろうか。やりすぎちゃった話、なんかこう、まあ、反省するっていうか、やっぱ家に帰ってもうちょっとこう言った方が良かったなとか、